あのさ、痛いとこないんだろうね。ね、今日ね、まず手をつなぎながら公演ありがとうございました。はい、今日も今日とてとっても楽しい公演でございましたね。劇場に足を運んでくださった皆さん、そして DMM で見てくださった皆さん、ありがとうございました。そう、それでね、自己紹介 MC のあと吐ける時、自分が MC して、はい吐けますって時に、なんとかのさん焦げてしまったんです、今日。そう、すってんころりん滑ってこけてしまいまして、はい、本当に多分何もないところでね、滑ってこけちゃって、そう、多分 MC は滑ってはなかったんだけど、そう、滑ってこけちゃいまして、本当にちょっとね、皆様お騒がせいたしましてすみません。先輩とかね、スタッフさんも大丈夫って言って声をかけてくれてね、ちょっとすごいあの音を立ててね、あの大胆にこけてしまったので、そう、ご心配の声をいただきましたし、あのファンの方もね、その後のポストとかでも大丈夫だったかなって心配する声をいただきまして、本当にあのお騒がせしてしまいすみませんでした。まあね、今はあのね、そう、足をあの滑ってひねっちゃったんだけど、まあ、今はギリセーフって感じかな、ギリいけてる。ギリ大丈夫な感じでございますので、はい、しっかりと安静にして、安静にしておきたいなというふうに思っております。はい、おやすみとチョコ、こんばんは、ブグブグありがとう。ご機嫌はグググかな。そう、公演は楽しくってグググググだったんだけどね。そう、帰ってきてグググかな、ちょっと心配だし、足もね、ブグブグ、ハートありがとう、あっち気をつけたいと思います。はい、こんばんさんちゃん、ハートありがとう、チャーヨーチャーヨー、ハートありがとうございます。あー、心配のねコメントをいただいております、ありがとうございます。そんな感じでございます。足の方はぷくぷく、ありがとう。今日はね、韓国語のお勉強はそういう韓国語のお勉強しますっていう配信ではないです。今日は、はい、皆さんとちょっとまあ鉄のお話ししたり、あと今日はプレゼントが届いていたので、プレゼントを紹介する配信になると思います。はい、こんばんさんちゃん、絵文字、こんばんさんちゃん、どこ、はい、アイスありがとう、僕もありがとう。お、やっとる、やっとる、やっとるよ。こんばんは、ハートありがとう。のんちー、釣られてコロッケ買ったよー、だって。お、いいねー。そう、今日はセブンイレブンの日ということで、やっぱりね、あの MC もセブンイレブンのおすすめ商品を紹介しようっていう MC になりました。そう、 MC のお題どうするってみんなで話し合ってたんですけれども、その案が出まして、はい、いいねってなって、紹介カノンはホットスナックのとこにあるコロッケをね、美味しいよね、あのコロッケ、揚げたてに出会えた時の美味しさはもうほんとすごい美味しいんですよ。アイスありがとう、こんばんは、こそばんそこ、ふくふくありがとう、はやさんちゃん、自己紹介もしなとこけちゃったの、そう。おやすみと旅行、今日は僕の室は 28.8 度で快適です。お、こちらは26度、とても快適です。はい、こんばんさんちゃん、アイスありがとう、おやすみと旅行、ありがとう、
ねえごめんね。あそう DMM には多分ね映ってなかったみたいで、そうめっちゃ心配してね。そうだよね、すいません。カマさんっぽいね、気をつけないと。こんばんは。本当にもうダサダサだったんだからもう情けないよね、本当にダサダサだったの、本当にそういうとこあるのよ、すごいと気が、うん、そうそうそう。チョコミントアイザリアとこんばんは。この様子見って感じですね、足は。はい、今はギリ大丈夫。あ、トレーナーさんのにも本当にたくさん、あの、あ、バニラアイスクリーム、ありがとう。バニラ、ありがとうございます。ナイスパークス。トレーナーさんともしっかりお話しして、補給処置みたいなのもしっかりしてもらって、はい、足のケアします。はい、安静にします。グググー、ハートありがとう。はい、アイスありがとうアイスありがとう。サイリウムもありがとうございます。紫白ピンク、はい、プレゼントしようか。テストの、あ、セブンイレブンの一緒ね。ああ、そう、もうね、美味しくいただいちゃったの、待ちきれなくて配信をそう、今日ね、あの冷凍ぶどうを、あの公演後に買ったんですよ。で配信で食べようかなとも思ったんだけど、待ちきれなくてもう食べちゃったから今回の配信ではできないんです。はい、美味しかったです。今日も、今日は本当にありがとうね。本当にカノさんが大好きすぎて涙が溢れました。あー、泣かないで、ありがとうありがとうね。そう、今日は紫ショーピンクのサイリウム結構見つけられて嬉しかったです。サンちゃんコールもありがとうございます。あ、おくまちゃんありがとう。こんばんは、くまくま、ありがとう。くまちゃん、くまちゃん、くまくま、ありがとうございます。ゆるくまちゃん、ハートありがとう。初見さん、こんばんは。サマーツがさて、今日は本当にそうなのよ、本当にドジドジでダサダサだった今日は雨に降られてズブ濡れスキーになりましたか。あら、風邪ひかないようにね。公園楽しかったです、ありがとう。だって、あ、こちらこそありがとう。アイスありがとう。こんばんはね。揚げたて美味しいよね、コロッケ美味しかったでしょ。もうほんと美味しいんだから。なぎ丼、なぎ丼も美味しかったよ。アイスありがとう。かまちゃん、こばさんちゃん、今日はごめんありがとう、楽しかったよね、ありがとうございました。遠くにいても空は続いてる。アイスありがとう。ビッグハートありがとう。ゆめハートちゃん、じゃん、ありがとうございます。ゆめハート、音は鼻に聞こえ、そうだよね、ものすごいことね。失礼しました、お騒がせいたしました。あ、じいさん、アイスボックス改めてありがとうございます。今日はバニラでした。こんばんは、今日は SK 更新、そうそうそう、みんながね、皆さんのセブンイレブンの好きな商品もぜひ教えてください。こんばんは、お大事になさってください。ありがとうございます。こんばんは、今日はチーズコロッケ食べました。おお、美味しそう。チーズってさ、ずるいよね、本当に。こんばんは、アイスありがとう。僕はセブンにめったに行かない。あ、そうなの。買うときはモコです。シュークリーム、こんばんは。こんばんは、ボーン、よっちゃんなんだよね。こんばんは。あ、じいさん、くまちゃん、改めてありがとう。ゆるくま、 Thank you、ゆるくま、ありがとう。アメピミキちゃんのセンス、そうそうそう、アメピがね、今回はあの10期のお姉ちゃんたちがアメピでしたね。いいですねいいですね。そう、カノンはね、アメピやったことがないんですよ。こんばんは、セブンのハッシュドポテトが好き。あ、美味しいね、ハッシュドポテトも。本当にコンビニ、コンビニさんは本当にクオリティがもう
えみたいな、これコンビニで食べれちゃうのみたいなのいっぱいですからね。はい、今日俺は一途でしたよね。だってえ一途だった、カロンが見た時は。カロンが見てない時は知らないけど、カロンが見た時一途だった。え嬉しい、ありがとうございます。でも睨んどきますね、ありがとうございます。今日は上手側の一番しね、そうそうそう、見つけましたよ、ありがとう。うちはもう今日は仕事やってて何やったできてない。オーマイガー、お仕事お疲れ様。アッシュドポテトはやっぱりマック、あそう、やっぱ好みがありますからね。マックの方が粒というのかなが結構残ってる感じする。粒っていうかこうポテトのセブンスナーの方がよりこうマッシュ感というの、マッシュ感って使い方合ってない気がする。マッシュポテトみたいな感じ、こう滑らかな感じ、そうそうそう。でマックの方がじゃがいものなんか潰したじゃなくて切ったじゃがいもがいる感じする。こんばんは、アメピーミキちゃん、センダミオチミクロン、ジュッキーは熱、激熱だった、激熱。あーちーちー、自分の捨てた袋を YouTuber みたいに見せて、だってゴミ箱から拾ってこなきゃ。ちょっと寒気がしてます。だんだ大丈夫、コバさんちゃんマジ大丈夫ですか、音が急に訴訟してください。明日絶対安静に、うん、もう安静に努めるね。ありがとうございます。本当にカノンも救援はしたくない気持ちはもうすごくあるので、はい、明日は安静にします。さんちゃん手をつなげなんかめっちゃ可愛すぎるんだよ、だって。ありがとう、嬉しい、こんばんは、ハートありがとう。俺はセブンイレブンのホットスナックでは揚げ鶏が好きです。あ、揚げ鶏美味しいよね。カノンはずっと七チキを食べてたんだけど、一回揚げ鶏にした。揚げ鶏も美味しいなって、そう、違う良さがあってね、美味しいです。セブンのどうこうな、大人買いしないでね、だってポニポニやね。ハートありがとう、こんばんは、アイスありがとう、ハートありがとう、声ありがとうございました。隠れすぎて大好きなのチャレンジ大失敗、うえーうえーね、もっともっと出てくる席になれますように。次はまたチャレンジしてね、ありがとう、かわいい、ありがとう、ハントありがとう。今日最善でした、めっちゃ楽しかったです、イエーイ、最善イエーイ、ありがとう、他のも楽しかった、マジアイスありがとう。私もミョタンと一緒でカレーパンだなって。お、カレーパンもね美味しいよね、っていうかなんかもう全部美味しいからちょっと迷ったよね、何紹介しようか。ハートありがとう、福福ありがとう。ん、自分が結婚してていたの聞こえてどうしてこけたの、そんなこと言ってたの。ありがとうね。カロンはもう単純に滑ってこけた。ダサダサちゃんだ。セブンの話をしながらまさかのスタバのラブ&ピッチフラペチーノ飲んでませんよね。飲んでないです。美味しそうだよねあれもね。そう、今は桃がもうどこもかしこも桃の商品がもう売り出されてる。結婚してそしそし、カロンちゃんのアメピが見たかった。嬉しい、アメピ。雨のピアニストが。アイスありがとう、今東京に着いたよ、だって。お、ありがとうございました、こちらこそお疲れ様です。公園お休みとチョコ楽しかったね。セブンイレ最近スムージーよく飲むね、いいね、おしゃれだね。ハートありがとう、アイスありがとう、あれ大好き、紫っぽなって呼ばれてないセーフィーだって。だって大好きなチャレンジは頑張って紫ショーピンク探したもん、紫色ピンクじゃなかったら知らないんだから。こんばんは。やはりタツノカロンさん髪手多めかと思うと下手も結構来てくれたね、だって。そう、もうどっちにも行きたかったよ。どっちにも行きたくって、まあ立ち位置に合わせて動くことしかできないんだけど、基本的にはそう、どちらの方にもはい
パワーを届けましたよ。こんばんは。さんちゃんが下手に開けるときやっぱりって思った。あ、本当にやっぱりって思ったの？どういうこと、どういうこと？昼間に9月の決算にセブン行った時、シャキシャキレタスサンドを買った。あ、美味しいよねサンドイッチも。こんばんは。セブンのハッシュ、僕の食べたことマックのハッシュで1個1日に800個ぐらいあげたことある。800個、なんかあげるとこ暑そうだよね。ね、厨房ユニット予想グローリーは大外れ。コード飛ぶのは大正解だった。おお、大正解。カロンさん1個や解禁賞だ、多分そう。アンダーいないはずだから多分解禁賞です。アイスありがとう。こんばんは。横姉ちゃんも同じシャキシャキレタスなどポリックスにポストして一緒だと思った。おお、いいですね。一緒、おそろっち。まさかのクルミセンター公演でのクルミかっこよかったね。おお、いいねいいねいいね。セブンのチーズカレーパンガチで美味しい、本当におすすめね。激しく同意してたねミオちゃんとレモンさんの時にアイス食べながら見てます。何アイスですか。おはようさんち、サンちゃんのユニットバーコード正解でした、おめでとうございます。おやすみとチョコ、こんばんは。いい列から見てた、ありがとう。アイスありがとう。こんばんは。見送りで何かされた気がした。なんでね、案件がありました。ありましたよ、今日ちゃんとありましたよちゃんとありましたよ。でもありがとうございました。七チキいろんなアレンジするの、チーズ入っちゃうの美味しい。だからチーズはもうずるいんだって、もう美味しいに決まってるやんってなっちゃう。結婚してに反応した人が多数いたので、そう、カノも案内無視をするとは思ってなかったの自分がそう、本当はなんか人生ゲームの話はしようと思ってたんだけど、人生っていろいろあるから今日一日を楽しんでいきましょうねみたいな話をしようと思ってたんだけど、自己紹介 MC で。でもなんかその例としてこういうことがあったよっていうので、結婚のルーレットの話をし始めたら、あれこの流れってみたいになっちゃって普段言わないようなこと言っちゃったから、もうカロンさんが本当に動揺ですね、あれはね。はい、だから言い慣れないことは無理して言わない無理して言わない。でも楽しかったです。皆さんがおーみたいな皆さんがおーっておーって言ったからさ、もうこれは言うしかないなっていう感じだったでしょ面白かった。皆さんうまいですね、そう、乗せるのが、乗せるのっていうかね、そういう方向にも皆さんと共同で行っちゃったんですね、あれはね。おーって言うからさ、あれはああなるじゃん絶対に。紫っぽのおりん大好き、ありがとうって、手をつなぎ奈良公園の衣装、一人だけサイド大きくなったやつか。大きかったかも。なんか鉄なの感じじゃないよね、別にこう私服で着るなら別にサイズが大きいなみたいなサイズじゃないけど、鉄なのこうサイズ感で言うとちょっとゆるっと系でしたよね、カロンの今日のね。G 列センブルセダリー通路から見てたので、ありがとう、嬉しい。あれだよね、あ、皆さん見たよ、あの公演前に席のポスト、ありがとうございます、ポストしてくれて。まあね、それ見つけるのさんちゃん下手だからね、全員見つけられたかちょっと心配なんだけど、ありがとうございます、ポストしてくれた方皆様。桃の香りはじけた、おはようさんちゃん、こんばんは、お疲れ、ただいまお帰り、声ありがとうね、声楽しかった、さんちゃん可愛かったようだね、ありがとうね。こけたのはギリ大丈夫です今。スネちゃんウィンブルドンの長谷にとって俺とかだったようだね、バブちゃんと一緒にね。で、おー、俺とくでオッケー。バブちゃんってさ呼ばれてるのかナイスありがとう。
感想を書いたら噂のサックサーチをいただきました。おめでとうございます。サイリウム紫白ピンクありがとう。秘書さんに何か差し入れしたの？してないよ。こんばんは。今日は池下のホルテシモアシェでモモフレッシュっていうかキボイ食べました。お、言ってたやつだ。美味しかったですか？あの衣装の中の帽子はむしろブカブカでゆるゆるそう。今日はねフリーのところで買いにあった何をで横浜だよ。アイスありがとう。今村関さんのアメピンが好きって話したかも。あ、大富豪のね、あ、その時のことでいいのかな。大富豪のさ、STU さんとの合同ライブでもやってらっしゃったよね。こんばんは、こんばんは。鉄壁のお腹隠した。そうだね。アイスのびっくりさせないでください。気をつけるよ。はい、気をつけます。すいません。チョコもチーム S メンバー、チームメンバーと何か分かれていたね。だって今日はそう、あのチョコメンバーじゃなかったのかなさん。今日はぎっしり満足チョコミントにしましたって。あれ、昨日も食べてなかった？あら、さっちゃんこんばんは、こんばんは。ゆずぽさんと絡むところを送って俺は困ったし、もっちり、いや、お見送り。あ、確かに絡んじゃったよ。おはようさんちゃん大好きもね、お隣だったゆずぽさんと。おはようさんちゃん、明日も震えてしまうしね、こんなもんもかっていう丸ごとスイーツを食べる計画です。おお、通ってますね、ホルテシモアッシュに。いいですね。今日は北海道チーズプリンを仕入れてきたけどまだ食べてません。これ何やって食べるのかなだからごめん。そう、こんばんは。火星の計画に投資した話しないと。だって本当にそれいらなかったよね、最後ね。人生ゲームでね、火星に計画しなくていいよっていう、慣れないことを共有すると本当に失敗します。見送りでよく失敗するの？え？こんばんは。私がいる音、私という音がいることも言わないと。だってそう、めっちゃ喪失されてる。バラありがとう。おはようさんちゃん。はい、それは喪失喪失ですね。こんばんは。あちあち、なんかちゃんのごめんなさい、みんなとかなんてもないくせに欲しいもん。MC で言ってた欲しいもんだよね、きっとね。マンゴーナンバー2から鉄の紹介、やっぱり。あれ、隠れてた。だって。ポニポニでしょう。隠れてた、今日は。100キラ好き。キラキラ、フォーエバー。チュルチュルチュル。チュルルルルル。自分が公園に入るって知ってたの？え、知ってたよ。もちろん。ポスト。座席マップイラスト付きでカノンさんにも分かりやすくしてみました。ありがとうございます。本当に分かりやすかった。あじーところで、サンサーチってあるんですか？サンサーチはあんまりないですね。カノンはこっそり見る派こっそり見る派なので、そう、あんまりいいねはね押してないんですよ。だからこっそり見られてます。皆さん見られてないと思うと見られてますね。はい、気をつけてください。こんばんは。サクサチ5分できました。あら、公演直後が大フィーバータイムにならないように頑張ります。頑張ってください。もう先に送っといたの。嘘、バチ。おめすみんとチョコ、こんばんは。前方席だったからカノさんのおへそ楽しみしてたんだけどな。だって、うー、じゃねん残念。明日は雨降る予報なので、また早朝に連絡あるかもしれません。あ、そっかそっか、中止のね。はじめまして、なんでやねん。押します押します、押されます押されます。 Thank you。 あちー、セブンイレブンの商品やメンバー同士で同意する商品が多ね、それねみたいなありましたね。鉄のお疲れ様ありがとう。ご縁帰りにコロッケ買いにセブンの時はもうなかった。あー、売り切れ、大人気だ。アイスありがとう。こんばんは。そう、こっそり見てるから。セブンさんのわさびのおにぎり好きなんだけど最近見かけないんだよね。なんかどんどん新しくなってるもんね。さくちゃんのマンゴーナンバー2は買い、あー、マンゴーナンバー2、こっそり怪しい子だな。怪しいでしょ。わざの池田さんの安ぎ公開されてました。あれ、私が中学生の記録や公開されてた。今日は反対側からです。この子のあら、
おやすみとちゅこ、事前に報告のゆずぼさんの時に5分振りでした。お疲れ様、ストレッチしてね。おやすみとちゅこ、次は14日のみかん大好きのチャレンジします。よろしくお願いします。14日納豆は見たくないほど嫌いですが、さんちゃん好きですじゃあ昨日の配信はもう地獄じゃん。めっちゃ美味しかったよ。サンサーチはたまにこのコメントに書いてみて気づいたかどうか調べる動画見てましたって。あらあら、試されてる。こんばんは、おやすみとちゅこ。ほのさんのサックになる宣言もらった？ MC かな、後半 MC とかチョコかな。サック大好きでミキちゃんにバブーされてた。これバブ、アイスありがとう。おやすみとちゅこ、本当にカノンさん足が遅くなって、本当に遅くなってないよカノンさん。まだ納豆の香りする、もう消えたでしょ。アイスありがとう、プレゼントを紹介、あ、そう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 、めちゃめちゃいいえ、でもそろそろね紹介しようかなと思います。さあ本日はですね、あれが届きましたね。ではでは皆様いきますよ。一番大きいのからいこうかな。ギターに糸引いてるわ、やばいね。いきます。一番ビッグなのからいきますよ。こんな感じ。でかーでかでかー、おでこ全開。あ、これ、え、これ、ています。可愛い。鉢巻き巻いて可愛いですね。さあそしてまたまた大きなやつがいるので大きなやついきまーす。
せーの、じゃじゃーん、イカー、イカでーす。こんな感じ。これまた大きなイカさんでーす。これはこれはね、ウサギのイカクッション、かわいい。これもう本当に面白い。これねイカタコちゃん、もうねこのあれ見た時、のれんやってる、あのこのあれを見た時、本当にねカノンのためのくじなのかって思ったよね、イカタコちゃんで。これはね何もめくれません、隠されてます、隠されてるので、ここにまあウサギのお耳があるかもしれないですね。スクショタイム、あ、後でしようかな。じゃあありがとうございます。いか枕にちょうど良さそうな、めっちゃ触り心地良いよ。そしてそして次はチビちゃんたちです。チビちゃん、さあチビちゃんたちは出そうか迷うの、出そうか、確かに湯慣れでカピカピは嫌だね。待って、めっちゃなんかすごいんだけど、ちびちゃん、うい、ホーリーさん見てたりするかな、この配信。アイドルは湯慣れなんかしません。そうですよ、アイドルはよだれではなく、妖精の涙、妖精の涙です。少々お待ちくださいね。仕事中かな、ホーリーさん、ちいかわ、ちいかわオタクだったじゃないですか。羨ましがられちゃうかも。かわいい。頑張って開けてるから、ちょっとお待ちくださいね。このネフ、違う、商品紹介カードがですねくっついちゃってて、袋から出すのが大変なんで、さあおちびちゃんたちの準備が整いましたのでご登場いただこうと思います。イカ組とタコ組のおちびちゃんたち、出てきてくださーい。はーい。ちょ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 ちちいかわめっちゃ詳しいわけじゃないからわかんないんですけど、めくれるよ。ちょっと
待って、これ元の顔があんまりわかんないからあれなんだけどすごい、おーしょおーしょあーおしょうさんてれれおしょうさんなんだけど、ポク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 ダブルダブルおしょうこれ何なんだろう、この子、この子は誰、シーサーか、あシーサーだ、シーサーおいし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 さあ続いて、あこれ、あこれはクリボーだっけ、クリボーだよね、クリボーはもう元からさまん丸だから大丈夫なんじゃない、めくっても、あこれこれこれ、栗まんじゅうだった、栗まんじゅう、坊主めくりやねうまいことはまっちゃってる、あなんかちょっと違うけどなんかちょっと違うけど、かわいいです、栗まんじゅう、栗まんじゅうかわいい、栗まんじゅうはちゃんと栗まんじゅうの横顔ってこういう風なんだ、ちょっとなんかちょっとモヒカってなんだっけ、かわいいです、栗まんじゅうちゃんと生えてました、かわいい、そしてこちら、あこちらはこちらはめくれないです、こちらはですね、モモンガちゃん、かわいい、モモンガちゃん、モモンガちゃんはなんかココナさんのイメージある、着てるのかな、なんかかわいい、モモンガちゃん尻尾がついてます、かわいい、モフモフ尻尾、そしてあこれはモモンガちゃん、モモンガちゃんだ、ダブルモモンガちゃん、かわいいね、ドーちょっと恐怖だね、ドーおーまーい、やっぱ僕のアイスを食べたな、モモガってどういうキャラなんだろうモモガちゃんどういうキャラなのかな、かわいいです、ありがとうございます、以上おちびちゃんたちでした、ということでスクショタイムしようかな、そういう感じだけど、あ合ってた、スクショタイム、せーの、ありがとうございます。イカドコシャンでした。サータンが好きと言ってた。あ、モモンガ。モモンガちゃん。ありがとうございます。クッション。そして、ちょっとお家に袋に帰っていただいて。シーカーみたいな靴して。シーカー。配慮しとこうかしら。
賞限定ね。お塩さんです。お塩さんかわいい。お塩もうカノンの中ではシーサーはお塩。ありがとうございます。お袋に入っていただいて、そしてもう一つですね、プレゼントが届いてるんです。なんとありがとうございます。袋を畳みますね。オーバーチャーの時 DMM カメラにしてイカタコちゃん T シャツが出てた。オーバーチャーってことはこう暗くて照明がパパパパってなってるところでイカタコちゃんが映ってたの。それはインパクト大ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お手紙の方はですね、改めてじっくり読ませていただこうと思いますので、ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ届いておりまして、それはよいしょ、せーの、じゃじゃーん、お洋服が届いていました。ありがとうございます。開封させていただきますね。うー、めっちゃコピー機が、おいしょ、なんとじゃじゃーん、かわいい、わーお、大人かわいいお洋服、かわちい、わーい、とこちらの、おおー、ワンピースですね。夏っぽい、これはなんて言ったらいいんだっけ、アミックス、セーターじゃないからなんだっけ、アミ、なんだっけ、ブラウス、ブラウスワンピー、あ、違うか、ちょっと今絶対間違えたね。カーディガンワンピー、この何編まれてるワンピー、今は着ない、だってまだラスボス倒してないから汗かいたまんまだもん。今着たらやばいでしょ。じゃじゃーん、かわいい、きっとこれセットでだよね。かわいい、じゃじゃーん、見えますか、全身かわいい、あ、サマーニットだ、サマーニット、皆さん詳しい、サマーニットワンピース、ありがとうございます。お花柄でこのね、フリフリもついてて、とっても可愛いです。ありがとうございます。イエ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 イ、ありがとう、嬉しいね。お手紙も入ってて、お手紙はゆっくり読ませていただきます。ありがとう。お腹出ないです。ありがとうございます、ご配慮いただきまして。嬉しいです、ありがとうございます。じゃあまたね、どこかで着させていただきます。ありがとうございます。配信では晒しませんよ。内緒です、内緒。アイス、ありがとう。じゃあちょっとこれもしまいますね、一旦。ありがとうございます、素敵なプレゼント。おい、ありがとうございました。ということで、とっても可愛いプレゼントでした。ありがとうございます。ということで、プレゼント紹介は以上となります。ありがとうございました。はーい、大きかったね、かたこちゃん。
イカタコちゃんじゃないか、イカとタコのチーカワ大きかったですね。チーカワってさ、チーカワキャラクター紹介、うわかわいいページだ、ちいかわの公式ページ、めっちゃかわいい。ちいかわはまずちょっぴり泣き虫だけど優しい生活、草むしりや討伐などをして生活している。草むしりしてるの、えらいな。ちいかわ8割ちいかわの友達、明るくてポジティブ、洞窟で生活している。結構クセ強ですねみんな。うさぎ、ちいかわの友達、うらやはなど大声でよく叫ぶ。うらって、モモンが常に可愛こぶってる、いろんなことをおねだりする。可愛こぶってるんだ。草むしりで生計立ててるやめて、草むしり違うんでしょ。ポシェットの何さん、鎧、鎧さん、可愛いものが好き、自作のポシェットやパジャマを売っている。急に怖いね。二足歩行、足長さん、労働の鎧さん、労働の受付をしている。ポシェットの鎧さんと仲がいい。ラーメンの鎧さん、鎧さんもいっぱいいる。メニューは注文方法に特徴のあるラーメン、いやローって読むのかなこれ、店主、ラッコ、討伐が得意で強い、ちいかわたちの憧れの存在。あ、いた、栗まんじゅう。見た目は可愛いけどはてな、びっくりもかはてな、グルメで面倒見がいい。シーサー、あ、おしょう、ラーメンローでいいのか。草むしりで稼いでるの、こんばんは。ラーメンのゆるいさんをおししょうと呼ぶ。カノンはシーサーをおしょうと呼ぶ。あ、これ、あ、パジャマパーティーズ、ホーリーさんが言ってたやつ。パジャマパーティーズな。ポシェットのゆるいさんが作ったパジャマを着て歌とダンスを披露するグループ。顔なしなんだけど。そんな感じでした、パジャマパーティーズ。はーい、シーサーはめっちゃいいやつなんだ、へえ。明日の朝は目覚ましテレビでチーカーのようにもやるの、皆さんぜひ見てみてください。はい、そんなかんなで面白いね、ちいかわやっぱりね。あとなんかあるのかな。 YouTube お知らせ、イントロダクション、お話、キャラクター、キャスト、イメージ情報、グッズ、お話、結構いっぱい公開されてる。ちいかわ、タコ、タコのお話、わお、いっぱいいっぱいお友達がいる。ちいかわタコって喋ったらお友達がゲットした、お友達がいっぱいポストしてる。いっぱいいる、いっぱいいるよ。お話のさ、タコが出てくるやつさ、
あれだよね、読みたいよね、どういうお話か。前読んだ気がするんだけど、調べちゃったら時間がもう来てた時間が来ていました。はい、ということでサンデスタイムをしていきたいと思います。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位、ネバーサマーさんです。アットマークコムにアーデテン、ありがとう、 Thank you。 12位、トラベシアさんです。ありがとうございます、Thank you。 11位、ヒラソルさんです。ありがとう、おやすみさんちゃん。10位、ペケシャン、アットマークコミュニー、ピーチソード大好き、桃の香りはじけ、ちょっと低かった、桃の香りはじけた、ありがとう。9位、チューネおじさんです。アットマーク親コミュニー、ありがとうね、あんあんあん、ありがとう。8位、カーツ大佐です。ありがとうございます、 Thank you。 7位、宮高さんです。あと4回ごめんに、ありがとうね、宮高さん。6位、大座のひろさんです。ギョーザー、ありがとうありがとうね。5位、阿部ちゃんさんです。頭がごめんに、ねっとりー、ありがとう、ねっとりー。そして4位、阿部ちゃんさんです。あとは学校のべっぷりおねとくで OKOK、 ありがとう、 OK。 そして3位、眉毛太しさんです。ありがとうございます、 Thank you thank you thank you。 そしてそして2位、気象予報士バタヤンさんです。ありがとうございます、ありがとうね、 Thank you。 そしてそしてそして本日の夜配信第1位はトゥル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 じいさんです。ヤッコファミリー、今日はありがとうね、大好き、結婚してなんで、さしさしありがとうございます、ありがとうね、そしそしだけど嬉しいですよ、ありがとうありがとうございます、一位素晴らしい、ポポポポ、ありがとう。そして今日の85位やっこさんはタラタタッタン、なんか行こうかな、タラタタッタン、しんごさんです。あ、いつもありがとうございます、あなたもぜひあっとまくやかみになっちゃってくださいね、ぎゅっ、ありがとう、はい、ありがとうございます。そし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 、ありがとうございます。はるまさん、キーコート最速の振り間違いちゃんと見てたよ、なかったことにはしない、あ、間違いまだきつないと思って見てたそうなの反省ですね、それはもうしっかり反省して次間違えないように気をつけたいと思います。失礼いたしました、1個目の振りをやっちゃったんですよね、途中でみたいな、みんな体倒してたみたいな、リンク点滅してます、あら、ありがとうございますか、愛される、今日は阻止しないんじゃなかったの、だって阻止するよ、慣れないことすると大変なことが起きるといけないから、阻止阻止するんです、阻止阻止、ありがとうね、ありがとう、だってこちらこそだよ、ありがとうございます。ラスボス倒して、はい、あ、弁当はそう、カイニャンさんが言ってた肉じゃが食べたよ、お昼に食べた、今日はお昼食べていかなかったから、そう、転ぶか気をつけないといけないから、はい、足も大事にします、はい、休みになったらデザート消費します、ポニポニか計画指導、俺も次回ペンライト間違えないようにします、気をつけてくださいねありがとう、そう大変でしょ、危ないから、恋の蛍光と対策の2番ソロ好きはカワンチン、ありがとう、なんだっけ、友達に相談したらのとこですね、ありがとうございます、おやすみなさい、シェシェイ、みかん収録、はい、待ってます、イノセン、そう今日は1番からだった、やべえ本当に感想かわいかったよ、好きがさらに増して好きが止まらない、ありがとう、
これ大変お疲れ様でありがとう。食べないと痩せちゃう、痩せちゃう。じゃあ食べよう。はい、サマツアーも、はい、足が良くなりますように。ハートありがとう。おやすみ。それでは少しも気になってくださった方は、ぜひここの後ピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまた来やんね。皆様おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみ。あらぶってる。またねー。バイバーイ。おやすみ。また来るね。ありがとう。アイスもいいね。食べるのいいな。バイバーイ。さよなら。おきに。バイバイちゃんはん。おやすみ。バイバイギン。レスキューありがとう。またね、6時45分にね。はーい、おやすみだよー。